神代でございます。今日は和国軍撤退についてお話をいたします。紀元253年9月、ニニギミコトは4000の軍勢を率いて白国、後の新羅の国境へと迫りました。その迫った場所はどこなのか、これも記録もないしよくわからないわけですけれど、ただ大賀屋を攻略してその上で白国に圧力をかけたというのでありますから、後世の西山か帝具あたりまで軍票を進めたと考えられます。このニニギミコト軍の進出に白国では大騒ぎとなりました。というのも白国は相変わらず魏帝国の落郎軍、大砲軍の軍隊と馬漢の砂領幕国で対立を繰り返していました。砂領幕国とは魏側の城塞であります。いわゆる魏帝国側の砂領幕国を攻撃せんと、白国軍をはじめとして秦漢馬漢諸国の国々が連合して軍勢を送っていたのです。そういう中にあって現実として南方の和国が魏帝国側に立って白国に侵入を開始したことは想像を絶しました。ニニギミコト軍の侵攻であります。これは戦記としては一大転換点に当たっていたのです。ここに白国の天海王は序仏官である烏老に和国対策を命令します。ここではニニギミコト軍の進出に対する対策でありました。北方に魏帝国の落郎大砲軍の軍隊、南方に和国ニニギミコトの軍隊でありました。北方と南方に同時に敵を受けたのでは白国にとって勝ち目はありません。せめてどちらか一方でも和睦をなし戦いを避けてもらわなければならないと考えられました。そのために天海王は序仏官である烏老に和国侵攻軍の対策を命じたのです。それでもって烏老は砂領幕国に向かわせていた軍勢のほとんどを呼び戻し、その上で烏老は4000の軍勢を率いると東方へと向かい、テグの南方で和国方ニニギミコト軍と対陣しました。どちらも軍勢は4000と4000、五分五分の陣立てでありました。烏老は使者を幾度か派遣しニニギミコトに対して直接とある陣所で二人で会って対談したい旨の内容を伝えました。ニニギミコトにもこの申し出に異存はなく、またニニギミコト自身も
この時点での白国との戦争は考えてもおらず、ただ犯罪人であるスサノオフ氏の身柄の引き渡しさえ応じてもらえばそれでよいとの思考でありました。ウローとニニギミコトとの会見対談は実現しました。ウロー、ニニギミコトの双方ともに歴とした武将であり外交官でもありましたので、会談の設定はうまくいきました。我彼の中心点に双方10人ずつの武者を従え、定まった時刻に互いに乗り込む、そういう定めとされました。その会談の席上で問題になったのがただの一点であります。謀反人であり犯罪人であるスサノオ及びその子イタケルが白国に亡命しているとの噂がある、いやそれは噂というよりもいくつかの裏付けも得られており、事実のことと判断される。つきましては白国におかれてはこのスサノオイタケル氏を我が和国に引き渡していただきたい、お願いする、たったそれだけの事案でござる。そのことさえ叶えば我らは軍勢を撤兵すると、ニニギミコト、そういう事実はございません。我が国にはスサノオとやらもイタケルとやらも全く存在しない、やってきた事実がないのです。存在をしないものを引き渡せと申されてもできるわけがない、内袖は触れぬのじゃ、そこのところよくよくお考えくだされと、ウロー、そうは申されてもな、スサノオイタケル氏が帰国に亡命しているとの事実の裏付けはいくつも取れている。聞くところによるとスサノオは帰国の貴族に任じられ、半月城中に屋敷を与えられて、多くの美女や召使いどもに囲まれ優雅な暮らしをしているそうな、そこまでわかっているのでござるぞ。我が和国にとっての謀反人であり犯罪人であるスサノオフ氏をどうか引き渡していただきたいと、ニニギミコト、そうはいかない、そういう事実はない、よしんば仮にだぞ、仮にスサノオフ氏が我が国に滞在していたとしても、その領命を帰国に引き渡す理由は東方にはない。しばらくの間時間を置かれてその不死両名が我が国より外へ出たところを逮捕なさいますればよろしかろうと、うろう、そうはいかない、かの謀反人不死両名を捕らえ殺すのがこれ我が国和国の基本政策である。前国王のアマテラス狼別称卑弥呼が殺され、国家が乱れたのもすべてスサノオの犯罪であった。あやつを退治しないことには我が国の基礎は固まらない、
何としてもあの縁、両名の首は上げなければならないと、ニニギミコト。恐れながら、東方にはスサノオとか、いたけるとかいうお尋ね者は一切やってきてはおりません。そのこと今一度申し述べる。濡れ衣でござる。さっさと軍票を引いていただきたく、お願いすると、うろう。ここにおいて、にぎみことの眼光が、くわーっと大きく開かれました。これ以上は、話し合いによる交渉は無駄、と思ったようでありました。恐れながら、東方には、軍勢でもって、帰国の国中の隅々まで、スサノオ・イタケル節を探し回るという方法もあるのだぞ。もしそういうことになっても、帰国はやむを得ぬと思われるのであるな、と、ニニギ・ミコト。面白い。やれるものならやってもらおうではないか、と、うろう。売り言葉に買い言葉でありました。うろうもそういう事態になることだけは避けたいと思っていたのですが、しかし相手が高飛車に出てくる以上、激しい言葉で反発するのもやむを得ない事象でありました。国家の対面がかかっている互いの応酬でありました。攻めるといえば事実攻めるぞ、と新木美琴。王さ、合戦ともなれば東方も本気で戦う。そうさま一年と経たぬうちに我が軍は逆に和国へと攻め入って、そなたらの王を塩焼きの奴奴隷とし、王妃をそれら奴どもの飯を炊く下女と貶めることであろう。そうなるぞよ、とうろう。本気か、本気で申しているのか、とニーギミコト。王さ、本気だと思ってさ、冗談でこんなことが言えようはずもない、とうろう。ここにこの二人の武将の間に、激しい対立の火柱が上がったのでありました。二人はぷい、ぷいと顔を横に背けると、それぞれその会見の席を立ったのでありました。しかるに、新木美琴はその日の会談を終えると、一旦自分の陣営へと帰り、その上で諸将を集めて協議しています。白国がスサノオ・イタケル節をかくまっているのは、すでに明らかでありますが、この後どう対応するべきかとの話し合いでありました。しかし、そうではありましたけれど、今ここで白国軍と戦端を開く能力は、今の新木美琴の軍勢にはありませんでした。新木美琴軍は昨年来からの韓半島への渡海、金関、古賀や大賀や田への転戦で、想像以上に疲弊していました。今は軍票どもに休息を与え、需要を取らせることが急務でありました。白国はスサノオ・イタケル節を素直に
引き渡す気持ちはないようです。その上でやはり豊国本国がスサノオイタケルフシの首級を欲しいのであるならば、これは豊国と白国との一大合戦を覚悟しなければならないわけです。まあ、白国の本心が分かっただけでも今度の大陣の意義はあったというものじゃと、新見事はこう思い納得することにしました。ここまでが今回の白国との大陣の限界のところであるとの思いでありました。かくして新見事はそれから数日してテグの陣営を引き払っています。東方から先に陣を撤することは多少弱気な風がして気が引けましたが、しかし長期間の退陣の用意もしないままここにいつまでも布陣していても仕方がないことでありました。新見事は白国軍が追撃してきませんようにと念じながら軍票を撤しました。幸いなことに白国軍も未だ本格的に開戦をなす状態にはないようでありました。それから数日して、白国軍も白国へと軍票を撤しました。ここにこのテグでの大陣が双方ともに相手を警戒し五分五分の引き分けになったのであります。双方ともにそれぞれの領内へと撤兵して去ったのでありました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は新見事金冠国王となるについてお送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。